はい、キャプテン,アンスのバイブルトークです。えー、プロジェクト X ネヘミヤキーということですね今日は3章えー、あ一1から14までなんだはいまあいいでしょう3章1から14までえー、昨日のとこまではこのビジョンを受け取りそして今度戦略 準備して全体的なね戦略を根回しとかをしていよいよ今度はこう戦術面というかね実際に現場に出ていくところですけども3章1節から「こうして大祭司エルヤシブはその仲間の祭司たちと羊の門を再建に取り掛かった」。彼らはそれを性別して扉を取り付けたそしてメアの櫓のところまで性別しハナンエルの櫓にまで及んだということで一応これ地図があると。 便利というか地図ないと全然分かりにくいので地図を用意して見てくださると、えー、いいと思います。えー、この大事業ですけども、あのー、どうしても必要なメンバーですね、あのー、ネヘミアにとって必要なメンバーが大祭司エルヤシブ大祭司ですエルヤシブはこの大祭司っていうね地位にもかかわらずすごいよね。羊の門の門 再建の先頭に立ったわけですよ、えー、で扉取り付けるのも大祭司自らやると。で次に行くと、えー、その傍らではエリコの人々が建てその傍らではイムリの子ザクルが建てたということで名前がいっぱい出てきます。これはどこが建てた誰が建てた。で魚の門、えー、ですね。でエシャナの門。 これエシャナ万っていうのはこれヤシャーンって古い門っていう意味もあるんですけどももう次々とと、とエルサレムからいいろんな人たちが入ってくるる準備をするということです。ここからね具体的な戦術っていうものを知ることができるんですけどもじゃあ一つ目一つ目は分かりやすい目標を掲げるということでこう門ごとに門がね10個、もうちょっとあるのかないくつもあるんですけども門ごとにチームを分けるっていうのをしてます。 でこれあの秀吉豊臣秀吉が有名な一夜城っていうのをね、あのー、本当に一晩かどうか分かんないけどもすごい早く作ったその時の方法もこれだと言いますこのねこうチームに分けてそのチームを競わせるっていうねそういう方法を取ったっていうふうに聞いてます。でさらに2番目はリーダーが自ら先頭に立った大祭司が先頭に立ってもう模範になったと。あ、ね、あれですよ、あのー い、えー、いやで3番目ここ見ていくと次々とね「はい次はい次」っていうことで「次に」とかね「その後に」とかねで工事がどんどん途切れなく進むっていうことがここは書かれています。であとはね4番目はじゃここね10節その傍らでは春幕の5「子」 枝屋が自分の家のののそばの部分分を修復し、って書いてます自分の家から始める自分の家のそばから始める自分の家の近く家に面するところ自分の家庭からまたこう言ってもいいかもしれない自分の得意分野から始めるっていうことで、えー、城壁を修理した私たちのこの働きというのも別にね難しいところがなくて自分のところから始めればいいんですよ自分のいるところから。で次、5番目は、 12節、えー、その方らエルサレム地区の残りの半区の長男ここもリーダーがやってますよねハ・ロヘシェのこうシャルムが自分の娘たちと一緒に修復を行ったってことで娘たち息子たちももちろんですよ、えー、次世代と一緒に参加すると、えー、次世代と一緒に次世代に働きを見せてリーダーがねで次世代と共に働くことそれがこの信仰継承の一番大事なね一番効果的なところです。 えー、名前がさっきから出てこないんであれですよ山本五十六ですよ山本五十六が言ったね言葉ね、えー、ここに今出てくると思いますけどもまそういうことなんですね「信仰継承これで今日は14までですので「分の門までなんですけどもそうね「分の門分の門っていうのは別にね何て言うかなもともと「分っていうんじゃなくて「 まあ、アッシュっていうと灰とかゴミとかを出すゴミ捨て場の門って言ったらいいと思うねでうちの実はうちのマンションもゴミ捨て場があってそこに門があるんだけども私あの大体ね待ち合わせはそこですんですすんよあの車そこに持ってきてそこ,そこが一番車が止められるところなんであのそこがこうねうちの場合ドア2ドアって言ったらフンの門あのゴミ捨て場の門から、えー、ですので、えー、皆さん家に来る時にはあの。 糞の,の,、まあ、の,ものもんで糞の,のもんで降りてくださいというでどうだっけ五節で、えー、彼らの貴族たちはその上役に頭を下げることなく工事に協力しなかった協力しなかった人たちもいたとこれ頭を下げなかったこれね直訳すると首利きに首を入れなかった首利きに首を入れなかった人たちつまりまあちょっと 多分ちょっとね貴族たちって書いてあるからそういう人たちはやってられっかいそんなことっていうふうな人たちもいたということで、えー、で思いきや大祭司が自らあのドアをガンガンやってるということで私はあのー、震災支援で福島に行った時にね、あのー、それこそがれきって牧師日本中からもあのいろんな人が集まって牧師とかクリスチャン集まってきたんだけどもその人たちが何にするかというと。 がれき撤去とか放射線のあるところに出て行ってもうすごいがれきをこう、ね、運んだりとかしたんですけどもやっぱりいましたあのそれはできねえって何しに来たんだお前っていう人も、まあ、いましたけどもまあそれは、まあんまり関係ないからいいですけどもでもここでは祭司リーダーでそれ以外もね香料作りの人、えー、金在国人の人 みんな自分はこれのプロですっていう人もでもここでは神殿の再建とというところで全員一つになったただ自分の近く家の近くであったりそういう自分の得意分野でやったということではいということでそれではまたごきげんよう。後半どうしようネタがなくなるな。くる